ただいま。おしっと。やっぱスニーカーにしようかな。ただいま。ただいま。今日はお迎えはなしですか？おい。本当にないじゃない。寂しい。ここにいたの？うん。来てくれたの？なんで隠れるのよ、このツンデレめ。あ、こら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 。逃げなくてもいいじゃないの。ねえ。よいしょ。よしよし。よしよし、うん、にゃあ、あちょっとちょっと、あごめんごめん、ごめんね、やだね、もうしないよ、うん、はい、もうしません、許してね、ねえ、みしろちゃんがいなくて寂しかったかにゃ、かにゃ、かにゃ。ミシロちゃんも寂しかったよなっと、ああごめんって言っちゃうの？ああスルッと言っちゃうんだから、すり抜けるのうまいよな。本当にやっぱ猫って液体説あるよな。ダメだ。この疲労感を身勝手に押し付けてはいけませんね。うん。人によっては、いや、猫によっては、八つ当たりされるより気分悪いかもしれないし。そう、あくまでも同居人として、そう、同居人として適切な距離感。よし。着替えますかね。ん？泣いてる？あ、泣いてるわ。はい。ちょっと待ってね。なあ、待ってってば。ああ、はいはいはい。待てないのね。はい。はい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 。どうしたの、ツンデレさん。甘えに来たのか？ん？な、どこい？ああ。ご飯か。うん。よしよしよし。全部、きれいに食べたのね。うん。えらいえらい。ああごめんね、気づかなくて。お腹空いてたのね。うん。では、少々お待ちを。
こんなもんかな。ちょっとサービス。よし。お水か。はい、お待ちどうさまでした。どうぞどうぞ、ご主人様、どうぞお召し上がりください。美味しい？そう、本当に美味しそうに食べるよね。よかった、お水もちゃんと飲むんだよ。ねえ、本当に自分が主人だと思ってるんでしょ？ねえ、私自宅でもメイドやってるってこと？ねえ、うり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 よしよしよしな、あ、はい、すみません、お食事中に出過ぎた真似をいたしました。もうご用はありませんか、ご主人様。もうメイトにご用はありませんかね。私着替えてきてもいいですか？いいですか？行っちゃうよ。行っちゃうよ。行ってきまーす。もしかして汗臭かった？汗臭かったから抱っこして嫌がられたとか、可能性あるな。帰ったらすぐ着替えるようにしよう。それだけだからね。ちょっと食べすぎ。よって、可愛いからって私が甘やかしたせいなんだけど。よし。これとこれとこれと全部か。まとめて全部お洗濯。お洗濯。洗濯機に入れておく。
甘いっ子タイムですか？ちょっと待っててね。コンタクトだけ外さしてね。こっちは機材とかいっぱいあるんだから。ない。出た出た。はい、大丈夫大丈夫。お帰りはあちらでございますよ。あ、もう。ね、棚上がっちゃダメだったら。うっ、ね、それ落とさないでね。予備のマイク。結構したんだからね。はい、おいで。おいで。ほら、ジャンプ。私の胸に飛び込んでいらっしゃい。動き気はないってこと？うん。そう。それなら、こっちから行っちゃうからね。うん、指を近づけて、カン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 、ピト、鼻タッチ。よいしょー、うー、はい、捕まえた、確保。はい、出ますよ。ここは君の立ち入り禁止区域です。勝手に入らないように。ん？何ですか？なんだその顔。ん？君ね、この前もさ、お茶ひっくり返してキーボードダメにしちゃったでしょ。忘れたとは言わせないからね。反省してんの？ん？反省してんの？してんの？ん？うん。許されると思うなよ。よしよし、うん、まあ、わざとやったんじゃないもんね。うん、いい子いい子。まあ、でも怪我したら大変なんだからね。次やったら本当に怒るからね。怒ったら怖いんだからね、私。わかりましたか？わかりましたか？にゃにゃ。ゴロゴロゴロじゃないのよ、もう。調子いいんだから仕方ないな。お部屋戻ろっか。戻るよ。今日は配信ないからね。このままお休みしましょう。
したの？くしゃみして。あれ？そういえば、なんか濡れてない？あれ？え、どうした？え、雨漏り？雨なんて降ってないよね。なんでこんな濡れてんの？あんた？ん？あ、お水こぼしたでしょ。ああ、自分の器までひっくり返しちゃうの？なあ、ほらひっくり返してる。お掃除しないと。あの前に、君の体を拭かないとね。ああ、逃げない逃げない。はい。ちょっと待って。ない。はい、抵抗しないでください。あんたが悪いんでしょ？お水飲むのうまくならないね。まあ、そんなとこも可愛いんだけどさ。別に、うちはどのぐらい汚してもらっても構わないけど、毎回これじゃね。風邪ひいちゃうでしょ。ほら、ジタバタしないよ。なんで、あんたのためにやってんでしょうか。はいはいはい、よしよしよし。痛くないでしょ。私上手なんだからね。あ、おとなしくなってくれたかな。はい、前足も拭きますよ。はい、お手手出して。お水こぼして、前足にかかるのはわかるとしても、なんで背中まで濡れてるのよ。もしかして、びっくりして濡れた床に転んじゃったの？え？やば。想像したらかわいすぎる。ああ、ダメ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 、おとなしくしてて。ダメ。ね、風邪ひいちゃうでしょ。いいじゃん、かわいいんだから。褒めてるんだよ。まあ、そこまでびっちょびちょってわけじゃないし、ドライヤーは勘弁しといてあげるからさ。ドライヤー嫌いだもんね。気持ちいいのにな。はいはい、タオルでおしまいだから我慢我慢。なんですか？なんですか？急に暴れちゃって。恥ずかしいの？ん？あー、なんで顔そらすのよ。ね。ねえねえねえ。ねえ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 。あ、ねえ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 。本当は、私の言葉が分かってんじゃないの？ね。にゃーにゃん。にゃーにゃー、にゃー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 。あ、逆に？逆に？にゃんにゃんじゃダメなの？あ、ダメなの？にゃー。にゃーにゃーにゃー。なんだその顔は。わけわからんみたいな顔しないでよ。ね。ん？首かしげて。美人さんですね。ね。
にわし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 。隙あらばタオルで、綺麗にしちゃいますからね。何？ああ、気持ちいい？タオル、あったかい？体冷えちゃうよね。冷房つけてるもんね。いや、外は暑いんだよ。暑いからお家の中は涼しくしてたいんだけど、でも、寒いなら切ろうか。ね。寒い？大丈夫？切らなくていい？私が暑そうだから切らなくてもいい？優しい。優しい。ちき。ありがとね。ありがとう、ありがとう。優しいね。何も言ってないよね。ごめんね。温度下げる？はあ、切るね。はあ、ああ、ちょっと上げるぐらいで。いや、さすがに、暑いわ。ごめんね。あの、妥協案ってことで、ちょっと温度を上げようかな。はぁ、あ。はぁ、あ、いいのいいの。うちは、一応、お猫様至上主義よ。そうそう。私は、家でもメイド。見しろはあなたのメイドですよ。キョトン顔がかわいいぞ。よし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 。何？どうしたの？なんか言いたいの？あれかな？見しろちゃんのことが大好きにゃーんですか？え？はい、大好きにゃーん。お手手をあげて。大好きにゃーん。うにゃーん。大好きにゃーん。今ね。もう、可愛くてしょうがない。君のことを、こう。インスタグラムとかにあげたくて、でもその気持ちを今こう抑え込んでいるのよ。え、載せないよ。載せないよ。わかるのよ。君は絶対顔出しとかしたがらないタイプだっていうのはこう私もね、感覚的にわかるの。はあ、でもこの可愛さを見せびらかしたい。全世界に見てほしい。全世界が幸せになる。可愛い。ああ、可愛い。なんだいこの前足は。ちょっと。その。私の頭の上から前足溶けてくれませんか？なんだこれ？やば。ああ、誰か、写真撮ってくれ。ああ。誰かに写真に収めてほしい、これ。
ごめんね。はい、ごめんね、ごめんね。大丈夫だよ。うん。ね。誰に見てもらわなくたって、私が幸せなんだから。ね。君は幸せですか？ん？キョトーンとして。そこはニャーンの一声が欲しかったですね。あ、そういえば、私がそばにいると泣かないのね、お前は。やっぱり、寂しがり屋さんなのかしら。よしよし。もう体は十分拭けたから大丈夫かな。はい。はい。よしよし、よーく我慢できました。お疲れ様。時間か。お風呂。明日は出るのちょっと遅いから、うん、明日でいいか。うん、明日でいいや。今日はもう頑張ったから休もう。じゃあ私、あれ？ん？どこ行った？おーい！どこ行った？寝るよ？もう寝るよ？ん？あ、お風呂入ろう。お風呂は入るべきですね。さっぱり快適。お部屋も涼しくしておいてよかった。あの子どこ行ったんだろう。まだ出てきてないのかな。まあいっか。扉開けておけば。なったら来るよね。おやすみなさい。重い。
飽きたの。何？来たんですか？来たんですか、あなた。向こうの部屋暑いもんね。こっちは涼しいでしょ？おいで。おいで。お布団。お布団入るとちょうどいいよ。くすぐったい。何ですか？な、顔舐めちゃダメだよ。化粧水ついてるからね。ん？ダメだよ、ほら。苦い苦いですよ。ん？一緒に寝るんじゃないの？ほら。入んなさい。早く。ほら、ここ。あなたの特等席でしょ。ほら、お布団開けててあげるから。ほら、今だ。飛び込め。来い。ねえ、腕痛いよ、腕痛いよ、疲れたよ、疲れたよ。ああ、トンネル閉じちゃった。あ、ダメ、もう閉じちゃいましたよ。早く入んないからよ。ん？あ、何？怒ってんの？怒ってない？怒ってる。怒ってるわ。はい。じゃあラストチャンスね。はい。どうぞ、お入りください。あと5秒で閉じるぞ。閉じるぞ。5、4、3、2。お、入るのね。偉いね。よしよし。一緒に寝ようね。あ、出るのね。あ、出ちゃう。入らない。はい、閉じます。トンネル閉じました。あ、もうダメだよ。もうダメだよ。私も疲れたよ。疲れたよ。ねえ。そうでしょ？ね、ずっと開けさせてたら、疲れちゃうでしょ？ねえ。あ、入りたかったら、自力で掘りなさい。もう知りません。はい。自力で掘ってください。そうそうそう。やっぱね、時には厳しい教育を。なに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 、ねえ、はなにた、いったーい、ね、噛まなくてもいいでしょ。なんですか、もう、わかっただから、もう、ちゃんと聞くから。ね？言いたいことあるなら、はっきり言いなさい。とか、すーんとか、にゃーんとか。言いなさい、ほら。
なんですか。なんですか、あんた。不満ですか。なんか不満が、あるんですか。ん？なに？なんですか。ほら。うり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 。なーにが痛いんだ、あんた。うりうらうらうら。うりうりうり。痛い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 。違う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 。遊んでんじゃないんだよ。あ、じゃれないよ。じゃれない。夜だよ。夜だよ、もう。夜だよ。あ、そっか。お前、遊んでほしいのか？意思表示がバイオレンスだよ。ねえ、もう、目がランランじゃないの、あなた。え？じゃあ、ちょっとだけ遊びましょうか。ちょっとだけね。なあ、あと、私、横になってもいいでしょうか？いや、体がね、疲れてんのよ。ねえ。体だけでも、休ませてもらっても、よろ。よろよろよ横になりまーす。飼い主横になりまーす。よろしいでしょうか。よろ。おお、許された。許してくれんの。ね？許してくれんの、あんたは。あ、そう。あ、そう。優しいじゃないか。ねえ、優しいじゃないの。よし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 。じゃあ、この、右手は、私の、右手だけは、頑張って遊んであげるからね。よし。しゃっ。しゃっ。ん？お布団の中から、からも、しゃっ、お、いいね。いい猫パンチだ。こっちはどうかな？しゃ、あ、痛い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 。早い早い早い。早いな。優秀だ。ああ、なんて優秀なんだ。ねえ、猫の学校があったら、体育5だよ。君は。もう、優等生だよ。うん。手じゃダメだな、これ。猫じゃらしは、ここにはないんだな。うん、じゃあ、この、猫のぬいぐるみで、うん。ほれ。ほれ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 。ほれ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 。ほれ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 。お、いいですね。機敏ですね。しゃっ。しゃっ。そして、すごいね。すごいよ、本当に。よしよしよし。うん。天才だ。うん。うちの子は天才だ。いい子。お利口さん。うん。さあ、寝ようかな。ね。でも疲れたでしょ。疲れてない？疲れてないっすか？まだまだ元気そうですね。ねえ。私はもう寝てもいいですか？わあ。わあ、あ、あ。それさ、猫なんだよ。仮にも。猫のぬいぐるみなんだよ。
そんな風には使わなくても、わあ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 、あーあーああ、いや泣いちゃうよそんなんしたら。ああ、もう夢中ですね。じゃあ私はこの辺りで寝てもいいかい？いいかな？ね、寝ちゃいますからね。はい、寝ちゃいますからね。おやすみなさい。いるね。いるね。もうね、目開けなくてもわかるのよ。いや、顔に鼻息がかかるのよ。いるね。ば、ほーら、いた。ぬいぐるみ飽きたの？飽きたの？どこやったんだ？あらら、あんなとこに。そっか、飽きちゃったか。お布団入る？はい。あら、すんなり入るじゃない。さすがにもう遅いからね。疲れちゃったかな？それとも空気読んでくれたとかかな？まあいいか。よしよし、明日に備えて一緒に寝ましょう。おっと、おっと、どこ登ってる？どこに登ろうとしてるの、あんたは。あなたね、あなたね、もう子猫じゃないのよ。ねえ、自分で思ってるより結構重たいんだからね。その、四本足に体重が集中してるのよ。ねえ、ぐるぐる回ったら苦しいでしょ。あら、落ち着いちゃったよ。そこで寝るの？ん？寝るんですか？寝るんですか？安定感ないでしょ、そこは。いいの？そこで。ん？ほら、落ち着かない。ねえ、私の上じゃなくて、お布団の方着なさいよ。ほら、腕枕してあげる。うん。見しろのここ空いてますよ。あー、よりこー。よしよし。ぎゅー。あー、やだね。やだね、やだね。ごめんね。いい子、いい子。あら、ふみふみしてくれんの？かわいいな。ほんとに。ほんとにかわいいですね、あんたは。ふみふみ。にぎ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 。ん？眠たい？お目目を染めて。その顔大好き。もう寝ちゃいそうね。もう、おめめ、開かないかな？ん？え、なに？どうした？え、なんもないよ。うん、なんもないよ。おやすみ。起きた。起きた。どうしたの？え、どうしたの？にゃー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 、怒ったね。ごめんね。
なーに、なんにその歯切れの悪いニャンは。え？うるせってか？え？うるせえですか？はい、私です。私が音出しました。はい、静かにします。うん。かわいいおてて前に出して。なーにこの飛び込みのポーズ。そのポーズで寝るの？肉球触り放題だけど、いいの？ん？プニ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 。怒る？あら、ゴロゴロ言ってる。ゴロ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 。ご機嫌じゃないですか。ようやく甘えっこタイムがやってきたか。よしよし、うん。違うか。うん。ずっと甘えてたんだよね。遊んで遊んでって甘えてたもんね。やっぱり。寂しかったの？ん？寂しかったの。帰り。遅くなってごめんね。パソコンのお部屋もさ、締め切っちゃっててごめんね。寂しいよね。あんまり構ってあげられてなかったもんね。でも構われるの嫌なのかと思ってた。違うの？違うんですか？違うんですか、あった。寝てる？ゴロゴロ言ってんね。なるべくいっぱい時間作るから、夜は暴れちゃダメだよ。君が来てからちょっと経つけどさ、こんなに懐いてくれると思わなかったよ。居心地よければ、住みやすければってお互いね、そんな風に思ってたけど、一緒に寝てくれるんだもんね。遊べ遊べって、かまってかまってってしてくれるんだもんね。嬉しいじゃん。ね、私のこと好きか？もしもーし、私のこと好きなんですか？なんですか？あ、そう、そうですか。あ、違いますか？起きたの？なんてタイミングで起きるんだ、あんた。ぐぐって背伸びして。いいよいいよ、行かなくていいよ。ここにいなさい。はい、ここにいなさい。何？うん。あら、鼻チューしてくれんの？本当にご機嫌ちゃんですね。私のこと好きじゃん。好きでしょ。私も好きよ。戻る？お布団戻るの？うん。大丈夫。私の腕はそんなに弱じゃないから。はい。朝まで、ここで眠りなさいね。ねえ、明日も遅くなっちゃうけど、ちょっと夜更かしして遊んでもいいよ。新しい猫皿叱ってこようか？ネズミのおもちゃにしようか？ん？遠慮すんなって。君があんまり愛おしいから、いろいろしてあげたくなっちゃっただけだよ。何がいいかな。おしゃれな猫さらしも売ってるもんね。何にしよう。
全部？それ全部の顔？それとも？自分の欲しいものは自分で決めるぜの顔？お買い物にはついていけないからな。うん、じゃあいろいろ買ってくるからお気に入り見つけてよ。それでもよろしいですか、ご主人様？苦しゅうないにゃん。苦しゅうないにゃんって言ってんの、それは。え？承知いたしました。それでは明日の深夜をお楽しみにお待ちくださいませ。その際はお布団を床に敷いて、くれぐれも静かに、しー、静かに遊んでくださいましね。聞いてらっしゃいます？おーい、聞いてますか？都合の悪い言葉が聞こえたらすぐ寝ちゃうのね。自分勝手。猫ちゃんはこういうところがたまんないのよな。かわいい、世界一かわいいぞ。で、これは聞いてたりしてね。聞いてますかにゃ、にゃにゃ。聞いてないかにゃ、にゃ。じゃ、私も寝ますかね。おやすみにゃ。お疲れ様でございました。本編終了でございます。はい、今からシバとスパチャ読みなどなどのお時間でございます。猫ちゃんの皆様、人間に戻っていただいて大丈夫ですよ。はい、お疲れ様でございました。熱っ。いや、はい、ということでね、本日はバイノーラルロールプレイ、あなたが飼い猫ということで、皆様には猫ちゃんの気分を味わっていただきましたが、いかがでしたでしょうか？猫ちゃんに猫ちゃん気分味わえましたか？人間だったことを忘れている方もいらっしゃいますね。はい、でも皆様コメント欄で一応ちゃんと喋っててよかったです。皆様のロールプレイもね、見させていただいていたんですけれども、おやすみにゃーんって、そんなことないにゃんみたいな、ちゃんと見しろにわかる言語を喋っていてくださってありがとうございます。これ下手したらコメント欄がニャンニャンニャンしかない地獄みたいな地獄みたいなコメント欄が生まれるんじゃないかと思って、ちょっとちょっと心配だったんですけれども、はい、ありがとうございます。よいしょ。どっちで行けばいいか迷ってました。
割と遠からず、まあいいんですよ、いいんですよ。全員が全員で。にゃーしかなかったら、見知るも皆様の何を思ってるのか分かりませんからね。あ、寝てた、寝てました。ありがとうございます。うん、地獄に加担してすみません。いいんですよ、いいんですよ。もう猫ちゃん気分で聞いていただければよかったので、うん。そう、もう本当に、人間の言葉が一つも流れなかったらどうしようかなってちょっと思ってたんですけど。はい。なんとすみません、ずっと猫でした。いいんですよ、いいんですよ。そういう方もいて、いいんですよ。いや、今日はですね、今日、まあどういう感じにしようかなっていうふうに、まあ、考えて書き出していたんですけれども、一旦書き終わって、ちゃんとした話といってはなんですが、一応ちゃんとしたストーリーを書いたというか、書いてしまったというか、まあ書いてしまったんですよね。書いてしまったんだけど、多分途中まで一応話にはなってたんですけど、いや、なんか違うな。猫と話している時の、まあ、会話といいますか、猫を相手に会話をしている人間はこんなにクレバーじゃないっていう、なんでしょうね。はい、もうちょっと意味のない話しかしないぞと思って、途中から全然内容のないことをやりだしました。さあ、もっと脳死しないといけない。もっとさあ、途中から砕け始めたのを気づいた。そう、もうお布団に行って、もう飼い主が眠たくなってきたらまあいいでしょうということで、もう途中から中身のないものに書き換えました。はい、もうね、猫ちゃんを目の前にしたら同じ言葉の繰り返しでいいんですよ。猫ちゃんこっち来たの、え、来たの、あなたねえ、来たの、なんで来たの、来たね、いい子で来たね、えらいね、うん、よく来たね、来たねだけで持ちますからね。そんなもんですよ。ちょっとお水飲みますね。はい。これは究極のバブミ。バブミだったのかも。知れません。どうしたのって一生聞いてる。そう、どうしたの、あんた、どうしたの、かわいいね、どうしたの、そんなかわいい顔して、どうしたの。どうした、どうした、どうした。いや、本当にそうなんですよ。多少ちゃんと中身は入れましたけど、本当に本気でやろうかな、本気で猫相手の本気で猫相手のやつやりますかね。ね、割とリアル。猫、こいつどうしたしか言わんよ。いや、本当にそう、お前がどうしたってなるなってると思いますが、いや、本当にそうだと思います。うん、まあいいんです、いいんです、いいんです。今日はそんな感じで、半々っていう感じで。目の前に猫が浮かんできた。よかったです。はい。まあ、そんなわけでね、お楽しみいただけましたでしょうか。ちょっとね、
今までのロールプレイとはちょっと方向性の変わった新しい試みではございましたが、では告知の方をさせていただきますね。あ、コメントが反映されてないかも。これと反映されてないです、すみません。ノリプロの全員集合ビーニタペストリー発売中でございます。7月31日までの受注生産となっておりますので、今月中に、あと残りわずかとなっております。今月中にご注文の方お願いします。あ、残りわずかっていうのは日付の話です。受注生産なので数は生産されますよ。今月中のご注文をお願いいたします。白雪みしろのお誕生日ボイス2021、全部セット、特典付き全部セットを、追加販売分ありますので、こちらのチェックもお願いします。過去に出したものも2大特典、まだ残りがあるものもございますので、ぜひチェックしてみてください。まだ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 って言ったら嘘、まだまだご購入いただけますよ。お願いいたします。白雪みしろ謎解き三昧バースデーグッズ付きチケット、こちらもまだご購入いただけます。今月いっぱいとなっておりますので、ぜひ手に入れてください。お願いいたします。そして明日ですが、27日の24時ですね、27日24時、28日0時となりますが、バイノーラル雑談配信やります。またこちらのバイノーラルマイクを使ってフリートーク、皆様のコメントとお話ししたり、みしろの最近のお話などなどちょっと聞いていただけたら嬉しいなと思いますので、またまったり聞きに来てください。お願いいたします。よし、このイラストかわいいな。このイラスト、みしろが実家に帰って猫ちゃんと戯れていたお話をした時にファンアートで描いていただいたものなんですけど、めちゃめちゃ可愛くてお気に入りです。使わせていただきました。本日ありがとうございます。では本日スーパーチャットを投げてくださったご主人様、お名前をお読みいたしますね。はい、ではお読みいたします。ロディ様、バイノーラルロールプレイ助かる台ありがとうございます。磁石のシュン様、ご主人様ついに念願の猫になれたのにゃ。でもどうしたら自分の耳に住めるのか教えてほしいにゃ。自分の耳に住むのか、なんか切ないですね。どうあがいても叶わないような気がして切ないなって思ってしまった。いつかご主人様が獣の耳に住めますように祈っております。ファイト。マー様、ヒイラギ様、七瀬ひかり様ありがとうございます。稲月様、バイノーラルありがとう大。ゆきんこは猫、ゆきんこは猫である。ゆきんこは猫であったのかもしれない。その可能性も捨てきれない。ありがとうございます。七しの様、バイノーラルロールプレイ楽しみ大。ありがとうございます。クリームふみた様、にゃーにゃー猫ひろし、にゃー。時影空様、猫になりながらそのまま自由気ままに眠りに落ちるつもりなので、先に天才的な視聴ありがとう。ありがとうございます。今日そんなに睡眠導入にはならないと思いますけど、最後の方で心ばかりの寝かしつけみたいなのはありましたけどね、あんまり眠れなかったんじゃないでしょうか。どうでしょう。ありがとうございます。お池田様、なーんにゃー
富士様、ありがとうございます。ケイジケイ様、我が輩は猫である。名前はまだ。おっと、これは違うやつだった。今日の我が輩は壁である。今日はミシル様が飼い猫に語りかけているようだ。にゃおにゃお、しっぽピーン。飼い猫も喜んでいるようだ。寝ながら聞くのでお先に投げさせていただきます。名作ロールプレイの予感しかしない。いつも素敵な配信ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。壁になって聞いていたんですね。まあ壁としても今日は楽しめたかもしれませんね。ミシロが猫と遊んでるっていうそういうシチュエーション壁としてもお楽しみいただけますね、今日は。ありがとうございます。ケニチムトウ様、猫やんけ。あなたがね今日はあなたがね、ありがとうございます。四季島クルル様、にゃお、かっこ楽しみ、にゃおにゃお、ありがとうございます。白雪様、連休明けの仕事でやたら疲れてしまったので途中で落ちちゃうかもだけど、白雪待機だわん。あ、犬がいますね。犬もいたのかもしれない。後ろが育ててきた猫ちゃんはもしかして犬だったのかもしれませんね。でもなんか犬だと思って育ててたら熊だったみたいな、そんなニュースありましたよねありますよね。プードルかと思ったらプードルだっけ、なんかクマだったみたいな、あった気がします。はい、ありがとうございます。ナビ様、ミシロミシロお姉さん、お腹すいたにゃありがとうございます。お姉さん、お腹すいたにゃ。バイノーラルでモノマネさせないでください。ありがとうございますよさお様、ありがとうございます。ネコニウム様、にゃ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 。今日の僕は鳥じゃなくて猫、ネコニウムになるよ今日はね、猫になってくださってありがとうございます。可愛らしいアイコンですねボス侍様、俺たちが猫だ。そうなんです。今日は猫になって楽しんでいただきましたよ。新規様かな。新規様。審判の審に季節の木。新規様かな。ありがとうございます。エビミ大福様、0時からならリアタイできなかったから嬉しい。あら、そうなんですね。これからお仕事でしょうか。ね、今日はたまたま23時が空いておりましたので入れさせていただきました。ありがとうございます。キリュウユキ様、にゃーんのしありがとうございます。にゃーん。キムケン様、にゃにゃにゃーん。お目目がキラキラ光ってますね。にゃにゃん。暗闇で光る猫ちゃんの目、素敵ですよね。ふうかにゃん様にゃーにゃー、ゴロにゃーん、喉ゴロゴロしてにゃーん、好き。ゴロ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 。ゴロ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 。猫ちゃんの、ゴロゴロの音って結構大きいですよね。YouTube に結構ゴロゴロ ASMR 出してらっしゃる猫ちゃんというか、猫ちゃんの飼い主さんいらっしゃいますので、よければ聞いてみてください。ロスティンジェファンダ様、猫ちゃんのステッカーありがとうございます。最果ての白雪の花キャット、花のキャット様、今宵は揃いも揃って猫やんけ。こうなったらもはや猫と和解せよ。やってみせろよご主人、なんとでもなるはずだ。キャットだわん、キャットだわんあなたも犬ですか。猫と和解せよ。猫ちゃんと仲良くなってください。ご主人って呼んでいただけたら嬉しいけど、猫ちゃんはあんまり主人のこと主人と思ってない気がしますね。どうなんですかねそのうちの猫ちゃんによるかな。シャウラ様、リアタイできないのでアーカイブで拝聴します。猫になったということでスピッツの猫になりたいを連想しました。名曲なのでぜひ一度聴いてみてくださると一ファンとして喜びます。ありがとうございます。スピッツさんの猫になりたい、聴いてみますね。気になる。ありがとうございます。
坂鮭様、ちょっと転生してきます。まあこの人生まず全うしてくださいね。ありがとうございます。猫ちゃんは一緒に住んでる人のことをでっかい猫だと思ってるらしいですね。一緒に同じ縄張りに住んでるでっかい猫だと思ってるらしいですっていう説がありますね。説があるだけで誰も猫の気持ちは分からないけど、よく聞きますよねそんな話は。だからネズミくれるのか。ああ、なるほどね。たまになんかお裾分けしてくれますもんね。そう思うと信憑性が高いかもしれません。原田コーラシャンパンバカ騒ぎ様、どしだにゃー、もっとメガネを自分の体の一部のように大切に扱うべきだにゃー、ゆきんこ。すごい正論言われちゃった。ありがとうございます。メガネね、なくさないようにしますね。あ、狩りができない猫だからネズミとかを取ってきてくれるらしいねというコメント、ありがとうございます。だそうです。狩りが下手って思って持ってくるらしいよ。かわいい。より好きになる。しょうがないにゃって。あの子は狩りができないから私が面倒見てやるかにゃつって。かわいい。なお好き。より好き。オル様、私はトイレを使うとこができます。猫砂は必要がない。私を飼ってください。おトイレね。おトイレ自分でできるにゃんこ、ありがたいですね。ちなみに今日もトイレの描写を最初入れてたけど消しました。さすがになと思って。ね、ご飯あげてにゃん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 、ご飯あげたでしょってなったらあとトイレしかないでしょ。でもさすがにやめました。さすがになんかトイレの掃除をする業者は入れませんでした。本当に猫ちゃんを飼ってらっしゃる方は猫ちゃんご飯あげてもにゃんにゃん泣いてたらトイレ見に行ってあげてください。多分トイレが汚れてます。ケイティ様、ありがとうございます。原田コーラシャンパンバカ騒ぎ様、やべえ、かわいいやりとりが想像できるわ。ドケンコ、過去壁。ありがとうございます。猫ちゃんとやりとりするとこうなっちゃいますからね。冷凍庫へどうぞと、お耳変えますね。いや、なんか三代が猫ちゃんと戯れますバイノーラルだったら別にいいんですけど、あ、おしっこしたのって言って、でも今日は猫ちゃんがご主人様っていう想定だから、さすがになんか三代がご主人様のおトイレの後始末をするっていう描写はちょっとあれかなと思ってやめときました。はい。リアルだったら多分トイレ汚れてるのですぐ見に行ってあげてください。セガ太郎様、ありがとうございます。先行のゆきんこ僧様、私は猫である。目の前にいる白毛の大きな猫は私の飼い主であるという。猫が猫に飼われるとは謎であるな。名を白雪三代というらしい。よく私を置いて朝から外に出ては、夜に疲れて帰ってくる。そんな三代に癒しを与えるのが私の仕事だ。これ私を置いて勝手に寝るでないわ。私が寝かしつけてやろう。よく寝るのだぞ。そんな感じなのかもしれない。きっとそうなんじゃないかな。ありがとうございます。可愛らしいじゃありませんか。ありがとうございます。
カインハーストのキャットシュガオジ様、バイノーラルロールプレイお千代様です。今日のバイノーラルも最高でした。自分が猫だと錯覚する、いや猫でしたにゃ。ミシロちゃんの飼い猫になりたい猫性でしたにゃ。本日も無事にと健康と健康にゃーにゃーん。ミシロちゃん今日も好きにゃーん。ありがとうございます。猫だったのかもしれない、でももう人間に戻ったのかもしれない。ありがとうございます。冷凍庫へ、冷凍庫へどうぞ。アタック様、おやすみにゃー。はーい、おやすみにゃー。今日は猫、誰が何と言おうと猫なイルキ様、いい夢を見た気がするにゃー。楽しい夢でしたか？ゆっくりお休みくださいね、にゃー。しぐれに様、にゃ、にゃー。医薬バイノーラル配信おつしろ様でした。テーテーは普段は壁になるところですが、チンチラはチンチラでも今日は猫なのです。いつも癒してもらってるお礼にミシロご主人を癒してあげたいですね。今日もミシロちゃんが可愛い。それではおやすみにゃ。今日もと健康と健康。今日もミシロちゃんが可愛い。にゃにゃーの後カッコ医薬でついてて、今日もミシロちゃんが可愛い、カッコ閉じ。それではおやすみにゃ。今日もと健康と健康。急に喋るじゃないですか。カッコ閉じてるんですよ。急に喋るじゃないですか、猫ちゃん。ありがとうございます。今日は猫になってくださいましたね。冷凍庫へ、冷凍庫へどうぞ。ごっ倒された歴様、ふにゃ、猫、ずーの、絵文字かな。眠たいかな。眠たいのかな。おやすみなさい。ボイス少佐様、ワンちゃんのステッカーありがとうございます。キクリン様、ミシロちゃんに飼ってもらえて幸せにゃー。ね、そう思ってもらえたら嬉しいですよね。グラタン星人様、にゃ、にゃおーん。かっこ、ご主人様のお猫様になれて最高でした。飼い猫ライフがずっと続けばいいのに。ねえ。ご主人様の愛情を受けて、働きもせず、毎日眠って、ご飯を食べて、ただご飯は制限されるかもしれないけど。どうなんですかね。猫ちゃん、猫ちゃんは、いい人生送れますかね。ソードフィッシュ様、あ、ソードフィッシュ2様、もうこれは猫に転生して飼われたい人生しかなかった、ゴロニャン。ありがとうございます。そんな来世があるのかもしれませんね。フレーゲル様、にゃーん。我の主可愛すぎんか、ふしゃーと健康。ありがとうございます。冷凍庫へどうぞ。キリハ様、にゃーにゃーにゃ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 、ありがとうございます。ファイヤーウィングリー様、みゃおー。 I would like some ラソグナ、ラサグナ、ラサドーナッツ&ピッツァ、ウィザウトアンチョビーフォーディナー。なんかすごい高い、高いっていうかすごいいい飯食わせろって言われてる気がする。贅沢な猫ちゃんがいますね。これなんだろう。ラサグナ。これだけ調べようかな。ドーナツとピザ。アンチョビは嫌い？アンチョビは嫌いみたいです。なんだこれ。ラザニアか。ラザニア？ラザニアってこう書くんだ。へー。そうです。
ラザニアとドーナツとピザ、アンチョビなしで夕飯に食べさせてください。にゃー。贅沢言わないの。カリカリで我慢しなさい。カリカリ。カリカリですよ、ほら。いっぱいあげたでしょ、カリカリ。ダメか？最近ね、いっぱい食べてるからね。ちょっとダイエットフードの低カロリーカリカリで我慢しなさい、あんたは。ちなみにこのカリカリは配信始まる前に急いで買ってきたグラノーラです。よいしょ、フルーツグラノーラ。カリカリないわと思って。カリカリないないわと思って買ってきました、急いで。悲しさま、最高でした。ありがとうございました。ありがとうございます。よかった。お気に召したようで、よかったです。あれの荒野様、逆ネコロールプレイがここまでいいものだとは思わなかったにゃ。ありがとうございます。そうですよね。多分、猫ロールプレイとか、猫シチュエーションボイスみたいな感じで、見るとその声を出してる主が猫になるパターンがメジャーなんじゃないかなと思って、突然飼い猫が人間になってましたとか、拾った猫が朝起きたら人間になってましたとか、飼い主のことが大好きな猫ちゃんが甘えてくる ASMR とかね。だからちょっとあんまりこのパターンないかもしれないですね。うん、むしろとしても新しい試みでしたので、はい。あ、でもここまでいいものだとはって思っていただけてよかったです。ありがとうございます。四季島くるる様、おつしろ様でした。少し恥ずかしかったですが、ずっと猫語で楽しんでおりました。ありがとうございました。お、嬉しいです。なりきってくださったようでね、よかったよかった。五能様、あ、ちょっと飛びました。少々お待ちください。どこだ、五能様、五能様いた、五能様お疲れにゃー、最高だったにゃー、と健康にゃー。と健康にゃー、冷凍庫へどうぞにゃー。はい。響きれい様、刺さりすぎる企画でした。ありがとうございます。猫最高。よかった。ありがとうございます。海吉智孝様、にゃー、ずっとゴロゴロしていたいにゃー。いっぱい遊んでくれてありがとうにゃー。こちらこそありがとうございました。ずっとゴロゴロしてたいですよね。明日はお仕事ですか？頑張りましょうね。ひろち様、いや幸せだった。こんな世界線もありだにゃ。ね、まあ一つのパラレルワールドですからね、あったかもしれませんね。ネコニウム様、チュールが足りなかったにゃ。チュールをくれるなら、もうちょっと言うこと聞いてやるにゃ。すごく飼い猫生活したくなったにゃ。見知らぬママんちの子になるにゃ。と健康。ありがとうございます。ね、飼い猫生活してみたいですよね。見知らぬママ。猫ちゃんのことを、猫ちゃんに自分のことをママって言って話しかけるか。人によりますね。うん、三代は猫ちゃんが実家におりまして、実
に行ったものですから。で、父が父がよく猫ちゃんのアテレコをしてたんですよね。猫ちゃんのアテレコをしてて、その、お母さんお母さんとかって言って、そう、見知らぬことをお姉ちゃんお姉ちゃんお姉ちゃんって呼ばせてたから、なんかお姉ちゃんって呼ばれてる気になってた。楽しいお父様ですね。うん。お母さん、お母さん、僕を連れてって、シュッ。クソ親父、こっちに来るな、みたいな。のね、やってましたけどね。そう、お姉ちゃん、お姉ちゃん。父親あるある。あるあるなんでしょうか。ね。そう、だから、お姉ちゃんって呼ばれてるような気になってましたけどね。はい。まあ、でも、ここではママだったのかもしれませんね。はい。冷凍庫へどうぞ。ほらこそば様、みしろ様、みしろ様じゃない。おつしろ様。おつしろ様にゃ、みしろちゃんと、でした。おつしろ様にゃ、みしろちゃんと距離が近くてドキドキだったし、甘々すぎてとけんこにゃ、とけんこ。ありがとうございます。ね、猫ちゃん相手には、もう、甘々になっちゃいますよね。冷凍庫へどうぞ。貧乳大好き丸様、ずっと猫になりたいと思っていたので、とっても幸せでした。あ、そうなんですか？よかった。夢を叶えられましたね。ありがとうございます。黒部様、愛猫家の日常良かった、メロメロなご主人に癒された。ミックスシロップの鼻歌芸が細かくてニヤニヤしたわ。パッテパラパッ。歌ってましたね。はい、これは違う世界線の見代なのでね、メイドのお仕事から帰ってきて、本来だったらこの後配信をしているみしろです。なので、配信は今日はお休みとか、機材のお部屋とかっていう文言を出したんですけど。はい。なので、ミックスシロップ歌いました。木下咲也様、過去幸福。ありがとうございます。柏餅様、にゃーごー、かっこもはや人間に戻りたくない。まあ、今日はね、今日は猫でもいいかもしれませんね。ありがとうございます。グリム様、飼い猫あるあるが詰まっていて楽しかったです。実家の猫ちゃんが懐かしくなりました。あら、いいですね。ご実家帰れるようだったら、ぜひ猫ちゃんに会いに行ってくださいね。ありがとうございます。ヨシュー様、ありがとうございます。万年雪様、お仕事終わりの途中参加でしたので、アーカイブ心待ちにしております。今日の配信が楽しみすぎて、すでにとけんこ。私はみしろちゃんの猫、私はみしろちゃんの猫、私はみしろちゃんの猫、なーん、にゃにゃーん、好き。ありがとうございます。暗示かな、自己暗示でしょうか。はい、猫ちゃん生活楽しんでくださいね。冷凍庫へどうぞ。のんのん様、ありがとう。にゃー、ぬこににゃりたい。にゃー、今日は猫になれましたからね。めぐりやん様、本日もにゃーにゃ、にゃ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 ん、とけんこ。わかんないけど、ありがとうございます。めぐりやん様、ピンクスパチャでいただいております。にゃーにゃ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 。なんだ？はい。嬉しいです。めぐりやん様、冷凍庫へお運びいたします。メイヤスバル様、飼い主ミシロちゃんの愛猫カップリング可愛かったですにゃ。良いロールプレイでした。ありがとうございます。よかった、なんか愛猫カっていうのが伝わるんだな。
まさこデラックス様、ありがとうございます。ピクマル様、おつしろ様でしたにゃにゃ、猫になりすぎてゆきんこに戻れにゃい。まあ一日かけて戻ってくださいね。ね、でもそれだけ猫になりきってくださって嬉しいです。ありがとうございます。あ、にゃん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 はどうもありがとうらしいですね。ありがとうございます。どういたしまして。オボロン様、ふにゃふにゃん、ありがとうございます。お耳戻しますね。くるっと回って、ヤマト様、一説によると過去一甘かった可能性のある猫かけるご主人、幸せだったけど我々あんな感じで大丈夫だった？あ、大丈夫ですよ。過去一甘かったですか。まあ、確かにね、猫ですからね。ただ今日は猫ちゃんだったので皆様のコメントと会話ができないっていうね、いつもとちょっと違う状況ではありましたが、逆に大丈夫でした？コメントは見てましたよ。うん、飲みながらやってましたけど、はい、とリータ様、このまま飼ってほしいにょ、かっこプチコ風、すごく可愛かったよ。プチコは惜しいな、プチコはニュですね。このまま飼ってほしいニュ、飼ってほしいニュ、プチキャラットニュ、デジコデジコ。初期プチコ似てるんですよ、むしろ。最近新しいプチコになると声が結構透き通ってきてあまり似ないんですけど、初期のプチコ似てるんですよ、むしろ。ありがとうございます。うん、磯島レポン様、ああうわ、ひたすらに好き以外の言葉が出てこないロールプレイでした。本当にありがとうございます。と健康、ありがとうございます。好きな言葉、じゃあ好きな言葉で埋め尽くしてください。冷凍庫へどうぞ。ありがとうございます。お和菓子様、にゃーにゃー、ありがとうございます。なんか眠くなったんだなっていうのが伝わりましたよ。白い猫のジョー様、猫語でコメントし続けた上に最高に幸せすぎて人間の言葉を忘れそうですにゃ、好き。そんな、今まで何年間も使ってきた言葉をこの1時間で忘れてしまうなんて。頑張って思い出してくださいね。ありがとうございます。羽玉様、猫と戯れるミシロちゃんを想像してもだえてしまいました。最高の演技力と台本に感謝、ありがとうございます。ね、今日5週5分くらいまでやりましたからね。ね、いろいろと想像できる内容だったようでよかったです。プーコ様、猫でした。私は猫でした。いっぱい可愛がってくれてありがとう。猫ちゃんとの生活を思い出して幸せ気分に浸らせてもらいました。生まれ変わったらミシロちゃんの飼い猫になりたいにゃ。ありがとうございます。プーコ様は犬じゃないんですか？猫ちゃんもね、猫ちゃんもと一緒、もう一緒に暮らしてらしたんですかね。ありがとうございます。荒巻鮭様、猫ちゃんとのひとときを堪能するミシロさんを壁になり堪能させていただきました。猫ちゃんとミシロさんの行動が容易に想像できたこと、そして砕けた口調にずっと、は、かわいい、好き状態でした。本日もありがとうございます。ところで今猫ちゃんに加えられているのですが、私はどこへ連れて行かれるのでしょう。誰か助け、あ、魚だから、魚だからジーン、頑張って戻ってこれるといいですね。ありがとうございます。お気をつけて。ムーンダスト様、にゃおーおどけんこ、ありがとうございます。冷凍庫へどうぞ。通りすがりのトボ様、にゃおー、
みゃーお、ありがとうございます。ベニユリ様、バイノーラルロールプレイお城様でした。さすがご実家にお猫様がいらっしゃるミシロちゃん、解像度が高くてすごい良かったです。途中の人間の言葉を理解しているの下りは分かりみが深いですね。僕は西の者なのですが、家族でボケツッコミでやり取りをしている中、ボケた瞬間ににゃんとベストタイミングでツッコミがお猫様から入りますゆえ、あれは完全に理解しているとしか。ちなみに家のお猫様も一緒に聞いとりました。満足そう。あら、よかった、猫ちゃんも一緒に、あ、お猫様も一緒に聞いてくださったんですね。嬉しいですね。猫ちゃんね、言葉分かってそうな時ありますもんね。ね、猫界あるあるの認識なのかもしれませんね。ありがとうございます。奥ちゃん様、飼い猫にデレなミシロちゃん最高に可愛かった。いっぱい甘やかしてくれて幸せでした。と健康、ありがとうだわん。犬だわワンちゃんだわ、ありがとうございます。レタカへどうぞ。北谷様、愛病と戯れる感じがとてもリアルですごくいいロールプレイでした。猫になれる日が来るなんて思わなかったにゃん。ねえ、見知らぬ皆様を猫にする日が来ると思いませんでしたありがとうございます。リアルか、そうですね。一応まあ、カリカリにグラノーラと、まあ、お水はお水で用意したし、猫ちゃんを抱っこしてるときは一応ぬいぐるみ抱っこしていたし、服も着替えましたし、着替えますって言って服も着替えましたし、スタートするときは靴履いてました。高いヒール履いてスタートして、ただいまーして、ヒールを脱ぎました。だから結構リアルな音は出ていたんじゃないかなと思います。ありがとうございます。ルース・ニンジャ・ファンド様、おやすみにゃ、大好きだにゃ、ありがとうございます。はらぺこみどり虫様、今日も素敵なロールプレイをありがとうございました。猫様と一緒に暮らす女性の日常が垣間見えて壁になったにゃ猫様に語りかける感じがとても良くて、タメ語で甘々なあたりが最高でしたにゃ。猫様は夜行性と思われがちですが、実は明け方、夕方に活発に活動するので、一緒に寝たら猫様が起こしてくれるかも。お城様でしたにゃ。ありがとうございます。ね、猫ちゃんちゃんと夜寝ますよね、なんだかんだ言って。ね、早起きですけどね。みしろ、水曜日に朝活をやってて、で、寝坊したことがあったので、実家の母がまだ LINE くれるんですけど6時から朝活なので、5時50分に、水曜の5時50分に LINE をくれるんですよ。おはようって、で、おはようって言って見知らが起きてるかどうかの確認をしてくれるんですけど、まあ母はお仕事なので、いつももうすでに起きてるから、まあ一応ついでみたいな感じで連絡はくれているということだったんですけど、なんかお休みの、なんだったかな、その朝活終わった後も返事が来て、いつもね返事来ないんですけど、お仕事行っちゃうから、朝活終わった後もお疲れ様みたいな返事が、母から LINE が来て、あれ、お母さん今日休み言って、休みです、休みだよって来たから、あ、なんか休みなのに早く起きてくれてありがとうって言ったら、私は、あ、お母さんが休みでも猫は休んでくれないのよって来ましたそうね猫に休みはないのよって言われたので、そう、もう仕事休みでも猫がね
猫が毎朝お腹空いたって我お腹空きましたって来るので、そう、毎日早起きできてるみたいです。なので巡り巡って猫様様ですよ。のしゅん様、おつしろ様にゃん、デレデレみしろちゃんかわいいにゃん、あとみしろちゃんのプニプニのお腹最高だったにゃん。みしろのお腹プニプニかしら。ね、お腹で重たい猫が寝ると辛いですよね。ありがとうございます。素晴らしいくん様、みしろちゃんの可愛さを全世界に見せたいにゃん、素晴らしいにゃん、ありがとうございます、嬉しいです、ぜひ全世界に広めてください。みしろも頑張ります。ナビ様、おちろ様ですにゃん、これは人に戻るのがもったいなくなってくるにゃん、自分も猫飼ってるので猫ちゃんに同じことしてるなと思いながらニコニコしながら聞き入っていました。布団になかなか入ってくれないのとかリアルで好きでした。ひたすら周りをうろうろして挙句外行くとかしょっちゅうなんですよね。あるあるですよね。猫ちゃんを飼ってらっしゃる方はからしたら結構解像度高かったんじゃないかな。って思います。猫ちゃんがね、枕元に来たから、あ、入るのって言ってこうやって腕であげるんだけど、トンネル作ってあげるんだけど一向に入ってこない。でも恐る恐る入ってきたかと思ったら、このあげた手に耳が触れたら逃げる、イライラ棒。もうあれイライラ棒なので。腕疲れるわっていうやつですよね。はい、ありがとうございます。白石やくま様、おつしろ様でした。猫の気分に慣れる楽しいロールプレイでした。ありがとうございます。猫気分味わってくださいね。にゃの様、昨年2月の2ヶ月記念にみしろさんに頭に突撃し記憶喪失にさせれ、次の配信で再度激突して記憶を取り戻させた猫があの後みしろさんに飼われていたらという脳内設定で臨みました。みしろ、ご飯まだかにゃーじゃないとまた突っ込むにゃー。こういう配信も楽しいですね。次は犬かな。今後もこういう面白い企画を期待してますね。ありがとうございます。そうなんですね、2ヶ月記念だったかな、猫な、2ヶ月記念かな。だいぶ前にみしろがあの猫に、イラスト屋さんの猫に突撃されて記憶喪失になるっていうね、そんな事件があったんですけど、よく覚えていらっしゃいますね。その猫だったのか、はい、その猫だったのかもしれません。ありがとうございます。犬か、犬はね、ちょっとみしろワンちゃんと一緒に暮らしたことがないのでわかんないかも、できないかも。ね、ちょっと自分の経験がないと脚本が書けないっていうところはありますからね。あ、でも外部に発注するとかはありかもしれませんね。ありがとうございます、参考にさせていただきます。京介様、おつしろにゃ、終始猫になっちゃった。ロールプレイ猫様が我が家の猫様と同じ行動をとるんですごくリアルでした。そしてまさか自分も猫になれる日が来るとは、みしろさんみたいに素敵な飼い主様の猫になれる。猫は幸せな猫様じゃ、いつも楽しい時間をありがとうにゃ。ありがとうございます。あ、リアルでした。同じ行動をとってます。猫あるあるですかね。ありがとうございます。グータラスカル好き様、おつしろ様です。最高でした。みしろ様、アライグマですが飼ってください、かっこ法律的に NG。 ラップだにゃん。ヨーヨー、今夜の我が輩はあなたの愛猫、自由気ままに振る舞うひょうひょう、時に思わぬ行動でつく意表、釣れない態度はツンデレという持病、素直じゃない我が輩は実は臆病、愛称表現も少し分かりづらい線病
そんな態度もあなたには好評。この先もご主人といる1分1秒、最高のひとときに癒される毎秒、いずれは聞くようになるよ万秒。ありがとうございます。あ、今日も素敵なラップですね。ありがとうございます。嬉しいです。アライグマさんはちょっと好きだけど買えないのでね、残念ながら。はい、白い猫の橋様、これは完全に猫でした。みしろちゃんの猫だった。夢でこの続きを見れるといいな。ありがとうございますね。また寝る前に聞きながら眠ってくださったら夢に出るかもしれませんよ。ありがとうございます。緑ねり様、おちろ様なのにゃ、僕たちが猫になる世界線もありだにゃ、うにゃうにゃ。ありがとうございます。ありですかね。しぐれに様、先ほどのスパチャのカッコの位置を間違っておりました。閉じる方は一番後ろでお願いします。私は猫、カッコアンジ。わざわざありがとうございます。かしこまりました。しぐれに様は猫でございます。ゆっくりみや様、おちろ様でした。来たら本編終わってた。YouTube アプリを更新してもスパチャでスタンプ使えません。これはもうダメですかね。アーカイブで楽しませていただきます。以前も書きましたが、読んでくださっているとは思いますが、どの枠のどのタイミングかわからないので、もう一度、7月14日で21になりました。ありがとうございます。YouTube アプリを更新してもスパチャでスタンプが使えません。これなんだろう？バグかな？なんか、そういう不具合があるのかもしれないけど、大丈夫かな？バグかもしれない。ひとまず、これお誕生日ですよね。7月14日で21歳になりましたと。ミシロ、これってお祝いしてないんだっけ？お祝いさせていただいてよろしいですか？7月14日って何したっけ、ミシロ。朝活か。よいしょ。じゃあちょっと、改めてお祝いをさせていただきますね。ゆっくりみや様、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございました。ゆっくりみや様の一年が素敵な一年になりますように。おめでとうございますね。ちょっとスタンプの問題は見しろではわかりませんので、有識者の方またはその YouTube 側に問い合わせるといいかもしれませんね。ありがとうございます。はい、ということで、スーパーチャットすべて読み終わりましたので、本日はこの辺でおしまいにいたします。では明日は24時からバイノーラル雑談となっておりますので、遊びにいらしてください。それでは皆様、本日もおつしろ様でございました。おやすみなさい。おやすみにゃー。